直江津銀行はかつて存在した日本の銀行である。新潟県下の貯蓄銀行としては最も早い八百九十三年に直江津つもる人銀行として設立され、1九百年には普通銀行に組織変更すると同時に名称を直江津銀行と改称した。直江津銀行は本店を直江津町の当時の目抜き通りであった新町通りに置き稲田支店と 高田支店を設けた。しかし、日露戦争後の全国的な不況と中小銀行の経営不安を背景に、1913年に取付騒ぎが起こり、1915年に会社解散となった。旧、直越銀行本店建物のシンボルである大ン蔵銀行経営破綻後、旧直越銀行本店の土地と建物は1917年に、 高橋海藻店店主の高橋達太によって買い取られたが、建物は1918年前後に海岸通りと呼ばれた現在地まで約400メートルの引き家により移築したとされる。高橋海藻店は、大正初期より北倉川川口沿岸に倉庫、現場事務所や鉄道引っ込め線を整備し、石炭の荷上げ、貯炭を行った会社であるが、1942年には、 戦時統制により実質的に解体された。第二次世界大戦戦後は小規模な船舶、代理店業を行う合資会社、高橋海藻店の事務所兼倉庫として利用され、同社が2001年に生産された後も関係会社である高通ーール倉庫有限会社の事務所として利用されていたが2009年には本店建物保存を目的に上越市に無償で寄贈された。 上越市では、2011年より、旧、直越銀行活用検討委員会を開き、保存活用を検討し、外壁等を改修の上、ライオン像のある館としてリニューアルされ、2019年4月6日より、一般公開された。本店の建物は、銀行解散後も事務所として利用されるに止まり、建物内部の経年利用による改修や損耗が、少なく、 明治基地方銀行建築の当初の姿を残しているとされる。AB 明治28.614設立、第4銀行100年史、AB 営業満期解散銀、総23回、対象4.615満期解散、対象4.621解散登記、第4銀行100年史、対象4.614解散、北越銀行、創業100年史、 対象4.614解散 ABQ 直越銀行を市に寄贈上越市の直越の土蔵造作り建物 AB 上越タウンジャーナル2019年3月25日リニューアルしたライオン像のある館内部を紹介一般公開は4月6日から2019年8月17日閲覧ありがとうございます